よし、行くぞ。いただきます。いただきます。そもそもね、ダメージが足りてないんだよ。さあ、冬だ。あ、鴨肉が噛んでしまった。何のための殺生だったんだ。ひどすぎる、ひどすぎるよ。なぜ殺した。じゃあ逃がしてあげればいいじゃない。なんか作るかや。さあって、さっき手に入れたねアイテムで作れるやつが増えたはず。あ、プラスが作れるようになってる。あ、そういうことは言ってなるほど、じゃあ勝てるな。勝ったな。いつの間にプラスの装備が作れるようになってたんだよ。これこれこれ、真珠の土、琥珀入手時にヒットポイント回復。誤差ぐらいのパラメータしか上がらない。大金星装備、いつの間にプラス装備作れるようになってんだ。言えよそういうことは。これあれだね、夜の素材がいっぱいいるね。夜素材めちゃくちゃ178だもん。誤差とかいうレベルじゃなくてほぼ倍になるって言っていいぐらい強くなるんだけど、ただ問題はね、あれがいまいちだね。進化がいまいち。必殺の発生率、これ会心だよね。いわゆるん、なんかかっこいい剣あるよ。雨の、雨の膝端の剣、雨の村雲かな。でも夜素材だいぶ集めないといけないよ。むちゃそんこまで強くないという事実。でもやっぱ刀ってなんかかっこいいよね。まあとりあえず白米になってるかな。刀は男のロマン。おもなってる。よし。見てるだけでよい。十分じゃろ。溢れる美しき輝き。これぞ白米じゃ。さあ来い。だから。こんなものじゃ。目指してたのは力がプラス39。まあ1割強くなってりゃ十分だと思うんだけどね。それでもちょっと足りない感はあるね。マックスは999のはずだから、あとはもう栄養のプラス100をやりまくるしかないけど、プラス100にできる素材が特にないんだよね。状態、まあ次で50いくね。来年が最後の年になるのだろうか。300回行きたいね。ここまで来たら。さあ、せず強くなった。石丸に喧嘩を売ってみて勝てそうになければもう一年行くしかない。せず氷を集めに行かせて。それでは行ってきます。行ってくる。行ってくるよ。行ってきゃ。さあ、ダメージ通るかな。
全く通らない気がしてるけど。一応1割強くなってきたね。そこ、アーマーかけよう、歯衣。何を一番大事なのか、技の回復スキル。どこを見ておれ。守備力上げてもこれだから。痛い。なんだよこのダメージ。攻撃させてはいけない。一発で半分食らうんだけど、これダメやろ。許されるダメージ量じゃない。まあそんなより与えるダメージがどうにかならない。1だと話にならない。こいつらは別にね、攻撃食らわないようにこれではめればいいですけど、どんだけ攻撃力が高くてもあんま気にしなくてもダメージ通る。昇竜拳一発で半分。残った攻撃で死ぬ。でも石丸にダメージが通るかどうかをチェックするにはここクリアしないわけにいかないから。これ通るから食らわないように。スズメの攻撃ですでにやばい。一発で死ぬ。これが一番いいところはね、ダウン中の相手を無理やり起こせるんで、クリップを無駄にするってことがないと思う。爆弾のダメージやめろって。笑える爆弾のダメージをやめろ。よし、さあダメージ通ってくれよ。無理なら新しい武器を作りにしても考えないと。まあ倍ぐらいになったね。どこを見ておれ。どこを見ておれ。弱点の威力が倍になったけど、武器変えないと無理だね。これは武器変えないと無理だね。変えろ。まあ普通に考えて作るのはこれだよね。うん、ミクマリの雫だけだし、これはだいぶ楽だね。ああなるほどね、六角の間取りを使ってさらに強化するのか。赤金をさらに強化すると熊の皮だし、これも楽でも110だからな。威力だけ見ると圧倒的にこっちだね。ただこっちクマ、でもね、宿り火のマナコが残せるからこっち作らなければ。うん、オオシシの牙、
分ね、じゃあこれ真珠の土プラスはこの普通の真珠の土を作らなきゃ作れない可能性があるね。とにかく夜素材が大量にいる。それを考えると、うん、やっぱこれだね。これ夜のここを戦えばいいだけなんでだいぶ楽。おお、手に入る。さあ、勝てるのか勝てないのかどっちなんだい。とりあえずもう選別始めちゃおう。結構時間かかるんだよねこれ。よし、塩を使うぞ。ダバー。もうパラメーター優先なんでね。何よりね、田植えが楽。密になっちゃう、どうしても密になっちゃうからね。琥珀が浮き上がっただけだとイマイチなんだよね。はあ、ちょい間違えた。終わり終わり、全く沈まんぞ。あれ、かき混ぜが足りんかったか。まあいいや。おい、かいまる、仕事やで。夜楽なもんじゃ。手で耕すのとはわけが違うわ。はあ、さあ朝やで、お前ら起きろ。いいんだ、向きつけこら。なんか作るかや。これやで。お、足りた、ギリギリ。任せろ。これでどうにかなるだろう。両手武器はないけど、まあまあダメージ通らなくもない。圧倒的だ。で、何と何をつけるのかという、優先度的には与えるダメージアップ、まあ連続だね。連続と片手かな。球根、うん、倒す度だからボス戦はね、うん、倒せない。連撃と、進化強化、片手武器、倒すためじゃないんだよね、連撃の方だね。さあ、まだお腹残ってんの？食事してないけど残ってない、ね、でもまあほぼ攻撃力下手すりゃ倍近くになってるわけだから、まあ倍率じゃないんだったら単純に170ぐらいパラメーターが増えたとも考えられる。まあ、計算式知らないんで何とも言えないけど。それでは行ってきます。行ってくる。行ってくるよ。行ってきゃー。さあ、ダメージは通るようになったのか。あそこボスだから行くの結構しんどいんだよね。両手武器の火力が増えたわけじゃないんで、敵を倒すたび攻撃力アップがないから、実は意外に道中はしんどい可能性がある。
あ、これでダメージ通らないんだったらちょっと両手武器も新しいの作るの考えないと。それ、それ。行けー。でも待たなくていいね。行けー。落ちよ。ダメージのデカさをね、どうにかしないと。どこを見ておる。ダメージのデカさをね、体力がないと。硬さが足りねえんで、硬さが。攻撃力がどうとか足りないんだ、硬さ。マコ戦はね、単発の威力が硬い。火力で無理やり倒すのはいらない、いらない。やっぱりちょっと威力弱くて表現が大事。だいぶ火力が足りない、足りない、足りないぞ、火力が足りないぞ。火力が足りない、全然足りない。鹿を殺しきれないから食らう量が半端じゃない。雨かけよう、羽衣。これね、引くと前に引かないとダメだ。全然ダメージ出ないわ。もらった。どこを見ておる、どこを見ておる。そこ無駄じゃ。どこを見ておる。あ、バッテリーが。ダメージ上限がだいぶ下がっちゃった。両手武器を強化しないとこれだいぶ軽くると思う。どうにかならないレベルじゃない。完全に食事切れてるのもあってダメージ効きたい。単純な防御力が足りない。石丸行くまでは通常装備の方が良かったね。
何が早く。さあって通るかな。通らないと両手武器も作らないときついかな。それ。あ、通る通る。どこを見ておれ。どこを見ておれ。食事してない状態でこんだけ通れば十分だろ。しかしダメージが無理してないからな。どこを見ておれ。はめろ。どこを見ておれ。こっちじゃ。どこを見ておれ。全然通る。そこ。あれは近寄らない方がいいな。さあ、じっとする。こっちだ。ちょっとスーパーマンはマジでやめて。目の前だ。はい。はっ。目の前だ。無駄じゃ。さあじっとする。よしよし、いけるいける。目の前。ああ。こっちだ。どこを見ておれ。どこを見ておれ。だ、こっちだ。こっちだ。どこを見ておれ。どこを見ておれ。それ。どこを見ておれ。あまかけよう。はぐろも。それ。どこを見ておれ。こっちよ。これあれだな。こっちだ。こっちだ。行け。これで無理やりの方がいい。こっちだ。そこ。それ。魔導が良い。それ。と、は、と、こっちだ。どっか。これも。こんなのはどうじゃ。こっちだ。どっか。圧倒的ではない。こっちよ。それ、いけ。それ、こっちだ。こっちだ。の方が確定で。邪魔ないの。動かせれるから安定する。それ、どこを見ておれ。もらった。どこを見ておれ。と、ミス、なんだこのダメージ。真上じゃないと上に刺さらないのもイラッと。ここが泣きどころよ。どこを見ておれ。それ行け。よし。ちょっとの間体力が欲しい。どこを見ておれ。よし。邪魔はないの。どこを見ておれ。強い。ちょっと守備力ダウン全然あり。鬼の面プラス。夜の間ドハステンの威力アップ。受けるダメージが倍になる代わり。いやきつかった。もう何より食事が終わってるのもきつかったね。2割ぐらいあるからね。こっから雑魚か。強い雑魚数体のところか。もう全然飛んで。まあ食事してからかな。Thank you.